お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。今日からね、平行競輪の方が始まっていきますさあ。後半ね、3つの方の予想を出しております。予想の方はメンバーシップでね出しておりますので、予想が知りたいなと思われた方は、説明欄にメンバーシップ登録用の URL をね貼ってありますの、ね、で、そちらからのご登録お待ちしております。さあ、そうしましてね、最終12レース、こちらの方をね、見ていきたいんですけれども、 脇本選手がね、欠場ということで、まあ、少しね、残念なんですけれども。 その分ね、えー、切れ戦になってしまったのかということで、オツの方をね、見ていきましょうということで、まずね、えー、並びは5、2、9、5番の鬼田に,にね、えー、2番の佐藤慎太郎、9番の森沢が固めます。6番、8番、えー、6番の菊池に8番の天貝それ以外はね、1番、3番、4番、7番と短期ということになりますので、まあ、ここはね、えー、誰が逃げていくのか、短期がましなどもあるのかとまあいうところがね、あります。まあ、本来だったら6番の菊池が逃げていかないといけないレースだとは 思うんですけれども菊池もね、うん、どうだろう、ここはね、切符のいい先行が見せ,見せれるのかどうかと、6番、8番が先行者も、その3番手にいる選手がまあ絶好になってしまうのかなというふうに、ね、思いますので、ここはねえ短期から狙っていこうということで、7番の古昌選手、こちらを本性、抑えというふうに考えたらいいのか、3番の郡司選手ということになっております。えまずは7番の古、ね、昌選手から。 本線集めということでね、7番3番26倍、7番1番24倍、7番4番27.0倍というところを狙っております。そして本線からの抜け、7番5番39.6倍、7番2番26倍ですね。そして押さえ、こちらは3番から、1番の17.6倍をつけて、3番4番18倍、3番5番が27.5倍と、3番 2番が20.0倍というね、ところで、まあ意外とね、硬いところを狙っているのかなというふうに思います。まあ初日の特選はね、どこから狙っていってもいいのかなというね、気はしますけれども、まあ足溜めれるということで考えれば、まあ短期税の短期がましがね、ないとは言えないんですけれど、普通に考えれば逃げるのは5ラインがあるのが、まあ5番の仁えそして6番の菊池ということになりますので、まあここで叩き合いなどもね、あれば足溜めてる短期税の一発ということで、で、今の 短期勢の中でやっぱり頭一、ね、つ抜けているのが三番七番ということに、ね、なっておりますのでえこちらから狙ってみたとさあ結果はどうなっているのか楽しみですそれではね早速見に行きましょうスタートです一番は岡山鳥取雄吾二番千葉和田健太郎 3番福岡、野田源一4番徳島、久米涼5番福岡、小川雄介6番福島、渡辺正光7番静岡、渡辺裕太8番福島、久保木一成そして9番は徳島、小倉隆二6レース1次予選スタートしました。 まず1番、鳥取優吾2番手以降、集団6番、渡辺正光内から2番、和田健太郎3番、野田玄一と連なっていって6番、渡辺正光が4番手となり直後は8番、久保木一重バックストレッチへと入りまして後方から7番、渡辺優太一を上げて2番、和田健太郎に合流さらに9番、小倉隆二4番、久米亮と 中四国ののマーク陣が鳥取番番手3番手3に位置を定めていきました対抗人気の中四国勢が前から運ぶ形でその後に南関東を2人で連携4番手、5番手直後は3番野田源一5番の小川雄介福岡両者が中段後ろ6番手、7番手後方に福島コンビです8番、久保木一重6番、渡辺正光と言っています。 こうした隊列2周回目、これからまたバックストレッチへと入ります。前の位置は1番鳥取優吾。機動力にはさらなる磨きがかかった印象を鳥取マークで、実力上位の9番小倉隆二、さらに4番久米亮と徳島勢が手厚くマークです。そして7番渡辺優太が現在は4番手の位置。2番和田健太郎。総合力上位とされる南関東勢が中断前から行きまして、左手青番。 残り3周切って、福岡勢がその後ろ、3番野田源一が今6番手です。速攻戦発揮の展開が訪れてほしい3番野田に、5番小川祐介のマークとなりました。その後に福島コンビ、去年のちょうどこの時期に特例レース9勝9果たした8番久保木和重、6番渡辺正光、今大会の出場権を獲得した、 久保木一茂と渡辺正光動きを見せて赤番。 福島勢の上昇があり、乗っていくのは3番野田玄一です。5番小川雄介を連れて福岡勢が中断前3、4番手、後ろになっていた7番渡辺裕太8番手から早めに巻き返していきまして、8番久保木和重をめがけてかまします。ジャン先行南関勢7番渡辺裕太から2番和田健太郎です。その後8番久保木和重6番渡辺正光、福島両者が中断3、4番手へまして、1番鳥取龍吾7番手からのロングスパート。 7番、渡辺裕太をめがけ。1番、鳥取裕吾。鳥取裕子のロングまくり。和田健太郎が、渡辺裕太の後ろで、懸命に援護ですが、鳥取裕子、3番手から2番手、相当、そして後ろから8番、久保木一茂と9番、野倉が絡んでいきました。前、南関勢、渡辺優太、ちょっといっぱいか。2番、和田健太郎、そして切り替えて、6番、渡辺正水、の間から9番、野倉隆二。9番、野倉隆二、和田健太郎並んでゴーン福島勢も、中断前の状態が、勝負どころは続きまして、 久保木の動きで後方追い込み勢が殺到して直線コースは和田と小倉の伸び比べに大外3番、野田玄一の差し足上位争いを肉薄しましたが2番、和田健太郎か3番、野田玄一か内外が大きく開いていまして接戦。 1>, 1番は長崎、荒井隆弘。2番、茨城、吉沢淳平。3番、福島、佐々木雄一。4番、神奈川、佐々木龍5番、青森、小原雄太。6番、神奈川、堀内俊介。7番、熊本、中本翔栄。8番、群馬、小林大成。 そして9番は山口清水博人7レース1次予選スタートしました横に並んだ発送機離れ牽制がありまして1番新井孝博わずかに前に出ていて9番清水博人西日本2人がまずは出ていって誘導を追います新井孝博から清水博と3番佐々木宇一が現在は2番手の位置 2番、吉澤淳平そしてさらに4番佐々木龍8番小林大成関東勢は中段の後ろの連係となりそうで4番佐々木龍も県内ですあとは5番小原雄太がいてかわしていく7番中本翔励最後方が今6番堀内俊介です発走地点を過ぎまして1番新井貴博。 内から9番、清水大翔さらに7番、中本翔栄西日本3人が前で並んでいきましたその後に北日本勢が中段前4番手に5番小原裕太が入りまして連係する3番、佐々木雄一その後関東両者8番、小林大成には2番、吉澤淳平がマークで南関東、神奈川コンビが後方8区番手6番、堀内俊介 連携四番佐々木龍の展開です三対二対二対二の対列先頭ユドインの後ろに九番清水博と収まっています自身の G1 初決勝は5年前のこの大会でした清水マークで一番新井貴ヤヒコバンクでは何度も豪客を発揮してきています三番手に七番中本翔衛は前回久留米で行われました地元熊本記念で G3 初体感 西日本勢前から運んで残り2周半その後に北日本5番小原雄太と3番佐々木雄一が行って後ろ攻め6番堀内駿介が動いています4番佐々木龍のマーク一気違いの神奈川コンビが後ろ攻めから動いていって赤番乗り換えて8番小林大成2番吉澤純平縦型関東両者が6番堀内を叩いて出ましたさらに5番小原雄太もこの進路をたどるように進撃で8番小林大成 5番小原の上昇を突っ張って、9番清水博人が今度は小原の3番手から仕掛けの日を伺っていますが、関東勢叩いたジャンで5番小原の主導権に変わった、3番手外平装から踏み込んで9番清水博人の反撃、5番小原が合わせていって、3番佐々木内のところで止まり9番の清水、西日本勢かなりピンチな展開で、あとは7番中本翔平の後ろに、6番堀内のまくり、 神奈川勢が猛反撃ですが、北日本勢、小原祐太の奮戦だ。3番佐々木雄一、そこへ忍び寄る関東勢、6番堀内、4番佐々木流、小じ開けて1番荒井隆弘も追い込んできた。先頭3番佐々木雄一、佐々木雄一、降臨 !2 着1番荒井隆弘。値千金の競争、9番清水弘とを出しませんでした。最終ホームで、力尽きた形、9番清水弘とは行き場を最後まで失ってしまいまして後退し、 番手絶好。三番・佐々木優一。本線からただ一人抜けました。そして、不利な位置から一番。新井孝博も差し足を伸ばしてきて二着、そして五番・小原優太。弥彦の長い直線。かなり長い距離を踏みましたが、残しての三着。 1>, 1番は宮城姿・菅田和道2番、岡山・大田海矢3番、和歌山・四季男拓矢4番、千葉・鈴木宏5番、愛媛・橋本剛6番、神奈川・新村実里7番、宮城・和田慶8番、京都・稲垣宏之そして9番は岡山・岩津悠介 8レース1次予選スタートしました真ん中の方から6番、新村みのり外は7番、和田圭、4番、鈴木宏南関東勢が出ていって6番、新村みのり4番、鈴木宏この順番ですあと3番、四季尾拓也が中段3番手を手にしまして2番の太田海也今4番手1番、菅田和道、前に踏んでいって現在は太田海也の外並走から7番の和田圭追いついていきます 8番稲垣宏之、ポジションを上げにかかりまして後方に5番橋本剛そして9番の岩津祐介です人気中四国ラインが後ろとなりそうな序盤の隊列7番和田圭1番姿和道和田圭が伺かがっていって誘導員の後ろまで来ます6番、新村みのり1社下げて4番、鈴木宏とともに2番手3番手になりました1番、姿和道2周回目2コーナーでは現在8番手 北日本勢前で連携なるかどうか宮城コンビ現在は先頭と最高峰といった対列です和田圭が再びバック踏みまして6番新村実と4番鈴木博史これらで前の位置近畿勢が中段をキープで8番稲垣博之3番の四季尾拓也この両者現在3番手4番手残り3周を切ります その後に中四国2番、太田海也連携していく9番、岩津悠介さらに5番の橋本剛人気の中四国3人は中段後ろの展開5番手から7番手になりましたそして後方で折り合った宮城2人は1番、菅田和道8番手マークで7番、和田慶です前受け南関東勢6番、新村3番手、8番稲垣博之 多少車間を分けている太田海也、5番手赤番ですが動いていく中四国3人、2番太田海也が新村を叩いて出そうです太田の4番手追走を続けていく1番、菅田和道ですが新村、粘って中段か宮城勢いけない8番、稲垣宏行も今度は6番手からジャンで踏み上げていきます太田海也の先行中段追い上げる近畿勢ですが6番、新村も引かずに中段攻防戦。 太田の逃げ、後ろ9番、岩津、そして5番、橋本剛、4番手は新村と稲垣の攻防戦が長く続いています、南関東勢、連係は崩れていまして、1番、姿和道宮城勢も現在8番手、立て直して、立て足発揮は4番、鈴木宏、自力に転じてきましたが、現在は中段5、6番手いっぱいか、先頭を振り切った2番、太田海也、後ろ9番、岩津悠介、そして5番、橋本剛、終始、中四国の3人、2番、太田海也、太田海也、降臨、露介 車間を開けて最後は直線で差し込みを狙いましたが振り切られています5番、橋本剛3着そして6番、新村実生前受けの状態となった序盤の道中から粘りを見せて稲垣に競り勝ち4番手、流れ込んでいました。 1>, 1番は静岡、深谷智広2番、岡山、椛野智則3番、熊本、松本秀之助4番、広島、池田亮5番、新潟、諸橋恵6番、大分、安藤博隆、7番、栃木、神山拓也8番、徳島、島川正樹 そして9番は福岡園田匠9レース1次予選スタートしましたまずは内から1番深谷智博でを伺って2番の加志野智則こちらが2番手その後に5番諸橋恵です9番園田匠が現在は4番手外側内から制して3番松本秀之介が園田の前に来ます4番池田亮現在6番手付近で8番島川正樹。 そして後方に6番安藤弘隆、7番の上山拓也と続いていきます。最初の3コーナー各選手回っていきました。前は1番深谷智弘です。追いついている5番地元の諸橋恵夢、そして関東東日本3番手に7番上山拓也入っていきまして、これらが前段です。その後ろに中四国3人、4番手以降で8番島川雅樹、連携していく 2番、加志の智則と4番、と4池田亮です。瀬戸内3人が中段4番手から6番手となりまして後方九州ライン3番松本秀之介7番手から9番の園田匠がマークライン3番手が6番安藤寛隆です隊列が固まりまして2周回目にセンターに入ります前の位置1番深谷智博。体調面少し気になるところです スピード最上位の1番深谷に地元5番、諸橋恵今年はここまで F1、V2 昨年同様のペースで行きました2年ぶりの地元 G1 で気合いのりが違うはずそして東日本3番手に7番神山拓也こちらも今年はここまで F1 戦で V2 実績中段に島川正樹率いる中四国ラインが行きました4番手、8番島川正樹200勝の節目を近づいてきています番番島川そして2番 今年もここまでビッグレースは皆勤賞です。二番樫野。ライン三番手が四番池田亮の対戦、赤番近づくところで3、三番松本秀之助の上昇。二千十五年の新郎敗覇者九番園田のマークで六番の安藤。九州ライン、さあ三番松本秀之助が深谷智弘に対しては。徹底抗戦でしたが、突っ張りました。一番深谷。ダッシュしていって、九州勢はうまく中断。園田のアシスト、三番松本四番手に収まりまして。 8番島川正樹は7番手展開。 勝っ,って東日本の主導権取り、1番深谷智博です。後ろは地元、5番諸橋めぐむ、さらに7番の神山拓也。残り1周切りました。中段3番松本秀之助、そして7番手から、軽快なまくり8番島川正樹島川のまくり上げ、現在は中段3番松本秀之助が合わせていって、さあ3番松本、8番島川、スピードガッチ。しかし競り勝って、3番松本が東日本に迫ってくる。深谷、そして諸橋、外から松本秀之助ですが、5番諸橋めぐむ、内から9番ソロタめぐを突っ込んでゴーリン。 中段合わせ込んでいった3番松本秀之介深谷の突っ張り先行4番手から再び詰め寄りました深谷マークの地元5番諸橋恵この九州勢の猛追を見て踏み込んでいきまして5番諸橋恵夢混戦から抜け出して外3番松本秀之介差がありません最内9番園田匠地元諸橋の後ろは九州両者諸橋恵が勝って2着3番松本秀之介 そして内9番、園田匠が3着1番は熊本、金田大斗2番、大阪、稲川翔3番、福島、小松崎太一4番、岡山 川端智之5番、三重、浅井浩太6番、山梨・中島紫苑7番、青森・新山恭平8番、山梨・末木浩二そして9番は京都・山田久徳10レース特別選抜予選スタートしました。 まず位置取りの争い7番、新山恭平内2番、稲川翔そして9番、山田久典近畿勢そして新山3人が広がっていきましたが7番、新山恭平前取りを叶えます2番、稲川翔が引いてそして9番、山田久典近畿勢が中段取り3番、小松崎太一が位置を上げていきまして北日本勢が先頭2番手で連携あと1番、金谷大翔へは5番、浅井浩太がつけていきましてこれらが中段どころ 4番、川端智之が現在は神奈川の3番手回りで隊列では7人目の位置後方に地元勢が控えます6番、中島詩音そして8番の末木浩二です隊列定まりまして2周目に入っています北日本勢前の位置メンバー唯一の S 班7番新山恭平が正攻法となりました後ろにつける3番小松崎太一 強力な北日本、縦型両者並んでいってその後に戦歴上位の近畿勢9番、山田久典と2番、稲川翔並んでいきました中段前が近畿の2人となりその後1番、金タ泰トは5番手からです地元・熊本記念インクルメでは根性発揮の4日間だった1番、金川に5番、浅井浩太のマーク自身の g 1タイトル初タイトルはこの大会そしてこのバンク浅井がマークを取っていって でその後ろに短期で4番、川端智之がつけていきましたそして早めの上昇、地元両者6番、中島志桜残り2週半が近づくところでは北日本勢の後ろまで位置を上げました6番、中島志桜と8番、末木工事諸橋恵が作った地元の流れに続いていきたい中島と末木地元勢前段外並走となっていって赤番のホームに入ります。 7番、新山強兵、いつものレーススタイル他を突っ張りました7番新山3番小松崎そして9番、山田久典3番手キープ地元勢離れながら後方に退きそう4番、川端は切り替えて近畿の3番手回りになりましたが6番、中島と絡んだ状態になっています一旦スローペース7番、新山恭平の突っ張り3番の 小松崎対一が絶好対津あり、そして合法から一番金川対と仕掛けどころ逃さずの発進だ。しかし中段では九番山田久則が合わせていって金川が出られない。五番浅井幸太は一番金川をアシストしながら中段は近畿勢と金川浅井が並走になっている。二百を切った七番新山、そして三番の小松崎、外に出し四番川端智之がダッシュをしてきて直線に向きましたが、スライダーから九番の山田久則、突き抜けて先頭でゴーリン一番金田のまくりを止めた後もなお伸びました。 9番山田久典です北日本の先攻の番手3番小松崎太一が外へ行ったところ北日本勢の感激をついた9番山田久典抜け出して特別選抜予選を勝ちました2着は3番小松崎3着は突っ張って逃げて粘った7番新山京平優勢差を詰めて2番稲川翔です 1>, 1番は栃木・増木匠2番佐賀・山田陽平3番岩手・中野信二4番大阪・南秀司5番徳島・犬伏優弥6番福島・渡辺一成7番神奈川・松井光雄8番福島・成田和也 そして9番は埼玉平原浩太ハンドルを握りました11レースがスタートしました6番渡辺和成がダッシュして前へち1番真っすぎ匠譲らずに前に来ます2番山田洋平が3番手その後ろに4番南修二。あとは7番松井光雄がいって後方より3番中野真二、川わす9番平原浩太と8番の成田和也 そして5番犬部修也が単独今最高峰となっています。1番真っ杉匠前譲らずに取り切って追いついて9番平原幸太関東勢が初手先頭2番手前段となりました。その後ろに3番中野真嗣北日本3人並ぶところが中段前の位置。後ろに6番渡辺和成と8番成田和也タイトルホルダーつけていきまして。 7番松井幸優、短期で現在は対列の6人目、そして後方に5番犬節優弥、マークは2番山田陽平と4番南修司で並走です。対列定まりまして2周回目にセンター回るところ、前は1番増木匠、新タイトルホルダーの増木正広報となりまして後ろに9番平原幸太、 おととし第30回大会の覇者生まれ故郷の新潟で県と長来と行きたいところ関東勢、前から運んで中段、北日本3人3番、中野伸二初 g 1戦となったオールスター競輪では5ヶ月ぶりの復帰戦ということもありましてかなり苦戦を続けました北日本勢、福島人のマークであとは5番、犬伏や早めの上昇です並走は4番、南修二が現在は単独回る形2番の山田洋平 外に持ち出していって今度は打ちそうとマーク線入れ替わりました単独最高峰7番松井光雄です犬伏の上昇前で待つ1番真っすぐ、残り2周回まだ誘導の後ろです北日本勢3番中野真嗣は犬伏に蓋をされた状態となりましてさあ1番真っすぐ関東勢前から誘導は降りて先行体制になりそう 中野真治は早めに下げる対応なのか。おっと !2 番の山田洋平、ジャンで落車しています。先頭1番マスギ、真っすペースアップで5番、犬伏や後ろは外れています。短期で入って5番の犬伏。1番の真っすがこの番手にはまりました。4番、南修治を追い上げて、3番、中野真治に絡んでいって、あとは6番、渡辺和成が切り替えて縦足を伸ばしてくるが、先頭5番、犬伏。 番手、三番手は関東勢。その後ろに四番、南はぱ敗になって、うち三番、中野真二が息を吹き返してくる。さらに外から八番、成田和也など、前は一番のマス木に変わった。うち九番、平原が出る。平原康太、降臨犬節の後ろ取り合っていた、南と山田洋平。この両者、マーク戦というところで、勝負どころ落車。二番、山田洋平。ストレッチャーにこれから乗せられていきますが、ゴール混戦の中9ララ、九番、平原康太。 戦するする抜け出してきまして先着2着には1番真組、増杉田組犬伏の短期選考はまった関東両者の上位決着となったのかどうか 2>, 2番選手は第4周回第3コーナー付近において4番選手を大あし自ら落車しましたので失格となりました。 1>, 1番は広島、松浦雄二2番福島、佐藤慎太郎3番神奈川、郡司康平4番岐阜、山口健也5番福島、新田雄大6番長野、菊池武人7番大阪、古庄優作8番栃木、天海和樹 そして9番は秋田、森沢不当志体勢整いました12レース日本競輪選手会理事長杯スタートです横に並んだスタート争いはダッシュする8番天貝和樹内輪2番佐藤慎太郎並びかけますが先頭緑の後ろ2番佐藤慎太郎取り切り8番天貝和樹下げて今2番手です5番日田雄大ポジションを上げていきましたあと3番軍司公平がいて9番の 森沢太し北日本3人前からの勝負です。その後に関東両者、6番菊池武との前に7番古ショ作が一旦伺いましたが、4番手は現在天ヶイトコシで並走気味。6番菊池武人が隊列の一番後ろからポジションを上げつつありますが、北日本の4番手は7番コショ作ユー主張の構えなのか、6番菊池武と外目追い上げていきました。 8番、天貝和樹との連係がまだ取れていない関東両者さらにこの集団の一角に1番、松浦雄二。交渉の後ろ回りこちらも主張する形関東勢は少しポジションを下げまして6番手、7番手でどうやらまとまりそうです3番、軍司康平8番手最後方4番、山口健也といった体勢2周回目にセンター回っていきました堂々正功法で5番、新田雄大 人新王杯ディフェンディングチャンピオン去年この大会を制してグランドスラムを成し遂げました新田マークで2番佐藤慎太郎去年の理事長杯は清水宏人の日着そしてライン3番手9番森澤太です怪我が続きますが不屈の精神で乗り込んできた9番森澤北日本の3番手短期で7番豊昇優作4番手また近況はファンの心を動かす神業を連発させています。4番手で 後ろに1番の松浦雄二フィジカルもメンタルも要所で必ず戻してくるのが1番松浦その後関東両者6番、菊池武人と8番、天海一樹がいきまして後ろの短期勢は3番、郡司康平と4番、山口健也といったまま残り2周切りました4番、山口健也が9番手から関東勢の直後へというところで1者番手を上げようとしていますが。が 先頭誘導員との距離が開いて5番新田雄大前受けからそのまま先行となりそうですが。 6番菊池がジャンスギの2センター仕掛ける。6番菊池、5番日田に対しては猛攻をかけてホームストレッチは関東勢スピードがいいか。しかし5番日田雄大内ち懸命に応戦して先行争いになった。日田と菊池、その後2番佐藤慎太郎、天がいを下している。北日本勢優位に運んでいって、あとは7番高勝優作が6番手付近からのまくり上げです。佐藤慎太郎、二度目の仕事は間に合いそうにありません。5番日田雄大セント先頭ですが、佐藤慎太郎、外7番高勝優作、さらに1番のマスレイ外 4番山口ががが広がっているが作が合輪主導権争いに行ったと菊池の揉み合いをまくり去りました佐藤慎太郎けん制は間に合わないかと思われましたが意地を見せて古障のスピードを半減させるそういった攻撃でしたがしのいで7番古障優作。 日本競輪選手会理事長杯を制しました2着には追い込んだ1番松浦雄二が優勢で3番軍事康平はいそれではね、えー、振り返りの方行きましょう12レースということになっております新田選手ラインということでね、まあ、東北がね前を取りましたこの後ろを古性選手そして1番の松浦選手がね 主張したということでここでね6番の菊池も下げてしまうようですとなかなかね一流にはなれないんじゃないかということでね、まあそこは維持でもね一応ね取りに行く。 であればね、取りに行った方が良かったんじゃないのかなというふうに思います。3、えー、番の軍司選手は多分ね、6番、8番ラインが先手を取るだろうということで、ここにつけているのかなと。まあ、山口選手は後方から見るね、えー、競輪なのかなということですよね。さあ、そろそろ仕掛けていかないといけない6番選手なんですけれども、行かないですね。うん、まあこれね、かましいで、 似た選手もね、ダッシュ力がいいんでね、かましきれるのかというね、えー、ところがあるんですけれど、さあ、ジャンゴ行きます。えさあ、これね、こっからね、似た選手が合わせ切るんですよね。やっぱこれだけダッシュ力、スピードが違うっていうことですね。さあ、前段もがき合えばね、これは7番、小章のもんだろうということでね、もうこのあたりで確信してますけれど、まあ怖いのはね、佐藤慎太郎選手のブロック。 ただ、佐藤慎太郎選手もね、6番どかしたら、うわ、7番来てたみたいな、ね、感じで、コーナーで、ね、横っ腹に当たりに行くっていうね、直線で、ね、振るよりも、コーナーで振った方がね相手にダメージを与えるということで、まあ、あのあたりね。 コーナーで振りに行けるっていうのが一流のマーク屋と、えー、超一流の、ね、マーク屋の差になってくるのかなということでね、コーナーに振れるということはやっぱりね、超一流のマーク屋ということ、ただそれを乗り切ってしまうね、まあ、7番のね、古性選手ということになりますんで、まあ、ここはね、古、は、性、い、選手の力強さ、そしてその後ろを選択していた一番ね、松浦選手の強さというのがね出たんじゃないかなと。3番の郡司選手はね、6番、8番ラインが先手取ると思って、 の位置にいたまあそれがね勝負の分かれ目になったんじゃないのかなというふうに考えておりますそうしましていまいちね、えー、レースには関係ないんですけれど11レースね新 VTR 載せてるんでちょっとそちらの方見ていただきたいんですけれどあれでえ2番山田失格ですかということでもともとね山田と、A、4番の南がねまあ、競り合ってたわけですよねそして南が競り合 で一旦戻して、その反動で山田が、えー、押し込みに行くと。 4番と2番がね、これやり合ってたわけですよね。そして2番が最終的に焦げた。その2番が最終的に焦げる手前に南を振りに行ったってなってるんですけど、その前は南が振ってるわけですよね。なのに南を振りに行って、そして自ら落車失格。ちょっとこれはね、なんぼなんでも山田選手がかわいそうじゃないかなと思います。皆さんね、どう思われたのかコメントの方をしていただければと。1レース。 から12レース適度に荒れておりますねということで私の方は今回。 家庭からの帰国とということで時間が差し迫っておりましたので、10、11、12とメンバーシップの方で予想の方をさせていただきました。10レース、2社単、マンコロテック中と、ここ本線集めということで、2社単6点に絞ったところ、ここが適中しております。9、3、7、4万2680ということで、ね、なかなか3連単も高配当だったんじゃないかなと。11レースは外れ、12レースは本線適中ということで、こちらも6点で絞ったところが適中ということでね。 なっておりますので、予想の方はね、メンバーシップの方でガンガンと出していきまして、まあ、ガンガンね、後輩との方が適中しているという実績があります。これはもうね、毎日更新しております。投稿の方でね、毎日今日の予想、えー、別に当たらなかったも当たっても公開の方ね、増、まあ、してますんで、それを見てね、おお、一気を当ててるやないか、後輩と、と思われた方はね、メンバーシップご登録をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。